コーヒーだよ。やっぱね、朝起きて本当一番最初にすることはコーヒーです。ベッドでコーヒーとか絶対普段やらないんだけど、ホテルだからやっちゃってます。お家にいる味、家からいつも旅行先でも絶対ドリップコーヒー持ってきてるんです。私はなので、どこにいてもこの味っていうことで、体が朝だと思ってると思う、これを飲むと。だから顔大丈夫かな、今日ブス 120% してる。睡眠足りないとダメね。睡眠ってね、頭の中のいわばゴミと言われるようなものを寝てる間しか捨てられないんですって。寝ないとどん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 その頭の容量がいっぱいになっちゃうし、ネガティブは溜め込んじゃうし、頭の整理はできないということで、いいことがないらしいんですけど、まさに私は今その状態なのではと思ってますけど、 YouTube は撮ります。私韓国来た時毎回言ってるかな、子供たちがいなくて本当に寂しい、マジで寝つけない。よく私は子供たちの頭の匂いを嗅ぎながら寝るんです。寝れない時はゴンズイするの、子供たちの頭の匂い、妖怪頭皮ズイみたいな感じで、ずっと子供たちのお風呂入ったり石鹸の香りがする、頭皮の匂いをって嗅ぎながら寝るの。とんでもないド変態野郎だよね。なんでこんなにクリーンな匂いしかしないのって思いながら寝るんです。それがないの、困った困った。本当に子供たちのおかげで毎日絶対に人生楽しくさせてもらってるんですよ。なんかいろいろあるじゃないですか、人間だもの。嫌なことがあったっていう日に子供たちお迎え行ったり、長男がただいまって帰ってくると、なんかとてつもないクリーンな空気をまとって帰ってくるじゃない、子供たちって。あ、まあでももうちょっと大きくなったらいろんなことあるか違うかもだけど、存在がもう本当に尊いとはこのこと。このご尊顔をね、私のこの目に入れることでですね、もうすごい幸せがそれはもう訪れる。私を見た瞬間にナリーとかマルちゃんは未だにママって言ってくれる。なんて尊いのと。どんなにこの世で苦しいことがあってもあなたたちがいてくれれば私は最強なんだなって思います。そんなわけで寂しいですが、でもこうやってゆっくりいいな、コーヒー飲めるの。しかもさ、昨日シャワー浴びてないの。いつもだったら絶対嫌なの。私シャワーとか体とか顔きれいにしないと寝れないんですね。でもホテルなんで、このシーツどうせ取り替えるんで、ちょっと汚いですけど寝かせ、あ、ごめんなさい、嫌ですかね、ごめんなさい、洗ってないけど寝かさせていただきました。なんでシャワー浴びます。最近髪短くしたじゃないですか、だからねすっごいヘアケア時短になったの、当たり前だけど。だからヘアによりいいものを使いたいっていう風に思ったのに、めっちゃいいの見つけて、今回の旅先にも持ってきました。大好きすぎて。メデューラっていうブランドのものなんですけど、実は私専用のヘアケアアイテムなんです。なので名前が入ってる、見てくれ、ここに Oh say you って入ってる。3分抜けるじゃないですか、髪の毛で。そこから私絶対戻ってきてないと思うの。もう出てったきり、これ前も言ったんだけど。っていうのと、やっぱ今は夏だから紫外線のダメージで髪パサパサにもなりやすいしっていうのはあったんですよ。だからそういう時は自分に合ったヘアケアアイテムを見つけるってことがすごい大事。とはいえ、とはいえですよ、自分に合ったさヘアケアアイテムを見つけるってすごい難しいじゃないですか。ぶっちゃけわからない、わからないからこそこれがマッチで最高なんです。このメデュラはね、13個の質問に答えるだけで約7万通りの組み合わせから自分にぴったり合ったものを選んでくれるっていうサブスクなんですけど、実際に私もやってみて、あ、こんな細かく詳細出るんだって言って本当にびっくりしたの。まあ、とりあえずちょっと洗っていきます。まずはね、シャワーの前にこのスカルプブラシ、これ使うことがめちゃくちゃ大事です。シャワーの前にこうやって髪のもつれとかを取りながら汚れを浮かしていくの。このブラシ本当に大好きで、一本一本が細いのに固める弾力があるから、こうちゃんと汚れを浮かせてあげられそうな感覚があって本当に大好きです。まずはこれでブラッシング。オイルついた髪そのまま行くんかいって思うでしょ。大丈夫、まだ使うから。これがすっごい泡立ちいいから洗うの全然苦じゃないの。このタイミングでまたスカルプブラシを使うの、マッサージするみたいな感じでこのブラシ使うとより汚れが取れるし、いろんな美容やるけどやっぱり汚れ落として綺麗にするっていうことがすごく大事ですね。
次にこのリペア使います。これ左右って書いてあるの上がるわ。このねリペアももちろん自分だけの処方なんですけど、特別感があるっていうのはもちろんそうなんだけど、好きな感じのテクスチャーです。これついでにねこのタイミングではまたスカルプブラシで一本一本にこの栄養分が行き渡るように広げていきます。やっぱね自分でいろいろ選んだだけあります。この香り、こんなシャントリの匂い求めてたっていう匂いなの。これも選んでるんですけど、お風呂この時間がすごく快適なものになる、自分の大好きな香りで。ちなみにこの香りっていうのがプロの調香師が監修した香りなので、本格的な香りでめっちゃいい香りなの。これこれっていう、自分で選んだ処方の中身もすごくいいんだけど、香りも自分の好きなものを選んでるからめちゃくちゃいい香りなの。今のリペアを流した後、これだけでも十分綺麗になるんだけど、こちらを使います。ヘアマスク、なんかね不思議なテクスチャーなの。すごい濃厚なのはもちろんなんだけど、まとまりあるかなりこっくりとした感じ、これは髪綺麗にするだろうなっていう感じのテクスチャーです。このマスクはパーソナライズじゃないんですけど、これ自体もほんとすっごいいい香り。さっきもブラシで塗り広げてるけど、髪の毛って一本一本がちゃんと存在するので、その一本一本を綺麗にするぞっていう感覚がすごい大事だと思うんですね。このマスクは髪質改善サロンとかでも使用されてるぐらい、もう本当にプロ仕様のものなんですよ。週 2,3 使うだけで本当に髪の毛が見違います。今日はもう撮影なので、よりツヤツヤに見せたい日なので、そういう日にも使っています。はい、上がりました。マジスッキリした。アウトバスはこちらを使います。中身こんな感じで、クリームなんですけど、普通の使い方なんだけど中身がすごいの。こんな感じで軽めのテクチャです。これは髪内部まで浸透する日本初の独自美容成分、分子修復ペプチドが髪の奥深くまで浸透してくれるから、一本一本がすごい生き生きした感じの仕上がりになるんです。で今から仕上げるんですけど、その仕上げるまでこのスカルプリフトブラシとにかく対応します。これ本当にいいからね、本当にいい、このブラシ本当にいいからね。私頭皮ケアも最近すごく力入れていて、ヘッドマッサージャーとかももちろん使うんですけど、髪に適度な刺激を与えながら髪の毛を解くブラシを使うと、一日の頭の凝り具合が全然違うの。しっかりブラシが頭の形に沿うようになっているから、自然に適度な刺激になるんだよね。顔と頭の顔は近くに繋がってるから、頭皮の毛を使うだけで顔のクオリティもぐんと上がります。これマジです。見てください、この髪見てください、めっちゃ綺麗じゃないめっちゃ綺麗よね、めっちゃ綺麗じゃない、やっぱすごいわ、あれやっぱめっちゃいいわ、サラサラ。このブラシとか本当はもう一本欲しいもん。お風呂場置いとくよと、いつでもこうやって溶かせるよで、あわよくばもう一本で持ち歩くよ、欲しいぐらい気に入ってます。テレビ CM に出れるクラスの髪質になっていると思うよ今。すごくない？なびかせたいもんだ。めっちゃ綺麗、よかった。これはもう今日の撮影バンバンだよ。ちょっとこの後はまだ準備するんですけど、一回ちょっと嬉しいお知らせをさせてください。私がメリュラ好きすぎてみんなに試してほしくって、おさ YouTube 限定で豪華特別5点パーフェクトセットっていうのを作ってもらいました。500個限定です。もうメリュラさん本当にありがとうございます。この動画で紹介したシャンプー、リペア、ヘアマスク、ハイパーディンクセラム、スカルプリフトブラシは単品合計価格が 27,170円なんですけど、今回なんと約 78% オフの初回5,940円で購入できるんです。マジですごい。 78% オフはマジですごいと思います。これがねもう定期初回の値段でこれ全部手に入るっていうのは本当にお得すぎるから、この機会にぜひ試してみてください。ヘアマスクなんですけど、こちらは私が選んだフラワーの香りがセットになっています。私の概要欄の URL からしか買えないっていうのと、500個限定でもう本当に早いもん勝ちになると思います。なのでぜひ急いでチェックしてみてください。ちょっとごめんなさいね、 78% オフに興奮してしまったんですけど、普通に仕事なので今から続きの準備をしていきます。今回撮影がね、スキンケアの撮影から入るので、ドスッピンで行くんですけど、髪の毛はちょっとセットしたいなってことで巻いていきます。髪切ってから髪巻くのがすっごい楽だから、結構ちゃんといつも巻いてます。こんな感じでちょっとここでウェーブ入れて、ここだけスッとはめっていうのを、こんな感じの、めっちゃうまくできたんだけど、これを全体にやっていきます。
ちょっと前髪があるので軽くね、適当ですがなんとなく巻いておくぐらい。あちゃっとクレゼなどを作ってこんな感じで部屋は完成。服どうしよう、撮影ね今日2個あるから服をね2個で持ってかなきゃいけないんですよ。ちょっとワンパクかも。待って、このデニム大丈夫そう。え、ちょっと、え、わかんない、正解これどうやんの、大丈夫そうこれ。あ、違うね、違う方じゃない。あ、わかった、違う。あ、見てこれ違う、こうやるんだ。僕服かけるの、ちょっともう一回着よう。これならいいかも。これで必殺ネックレス風サングラスでしょ。あ、ダメだ、虫取りに来た、なんか冒険大好きになっちゃったかもしれない。違うわ、これ違うわ。これを外して、あ、そうね、これの方がいいわ。肩外せばいける、これならいけるかも。これでバッグが問題でやる。これでいこう。朝食ついてなかった、私がまたミスをしてます。せっかく綺麗にスキンケアもして髪も綺麗にしたのに、傘がないので雨の中歩いていきます。とりあえずマップでは近くにカフェがあるっぽいので行ってみる。このホテルの周りとってもいろいろあるのにどこも空いてない。コンビニっぽい、行ってみよう。とりあえず食べ物ゲットできちゃう。韓国語マジでわからん。アラビア語よりはマシな気も、いやもうどっちも一緒かな。形がふにゃふにゃしてるかカクカクしてるかぐらいで全くわからない。とりあえず食べ物はゲットできたので食べていく。麺って素晴らしい、力が湧く、おいしい。食べ物があってよかった。というわけでですね、いかがでしたでしょうか。準備無事終わりまして、タクシーに乗って現場に向かうところなんですけど、異国の地で朝を送るの大変無駄に時間をかけてしまいました。というわけでね、今回紹介したメデュラさんの詳細というのは概要欄に載ってますので、ぜひぜひご覧になってみてください。私ね、これ使うようになってから結構髪の香りいいっていう風に言われることも多くて、子供たちとか家族にもね、テンションが大変上がっております。これね、今でもそうなんだけど香りがしっかり残るのよ。結構それが嬉しくって、香水いらずかもしれないっていうぐらいなんですよ。オーダーメイドだから圧倒的に満足度が高い。髪は前から気使ってたんですけど、最近より髪の毛が綺麗になったねって言われることも増えました。私の場合はもう頭皮汚れはしっかりしっかり落としたいんだけど、髪はサラッとしててボリュームダウンさせたいみたいな、まあいろいろ注文の多い女なんですね。注文の多い女にとってこれはマジで革命的でした。それにしても眠いので私は寝ようと思います。日頃はさ、子供たちの睡眠時間に合わせて私も眠るようにしているから睡眠不足っていうのがないんですけど、仕事とかの方が無理ができちゃうので、もう眠いので一発で今からガンと塗ってやろうと思います。というわけで皆さんまたお会いしましょう。私もちょっとね、韓国お仕事ですけど合間に楽しんでいこうと思ってますので、韓国 Vlog でお送りできればと思います。それでは皆さんまたお会いしましょうというわけでバイバーイ。